いよ。アンズちゃんは自分でキャリーに入る癖もあります。これが譲渡会の時に発症されていればいいんですけれどもね。アンズちゃん、おはよう。そしてカオリンは、まず伝説のブラシで、はい、気持ちいいね、やりながら、はい、香りに出していいかな。あ、アンズちゃんはまた奥へ入りますね。やっぱりもう場所をなくすしかないね。アンズさん、そして遠くで泣いているのは、はいはいはい、ポンちゃん、こっちにおいで。いいちゃんくんね。ちゃんくんはいい子だね。はい、これが我が家の朝の風景でした。なんかいるぞ。ヤーリン、明るくなったよ。カオリン、カオリン、アンズちゃんもおいで。アンズちゃん今ね、キャリーに。そう、アンズちゃん女子会だったよ。アンズちゃん女子会だったの。あ、ジョン君来たの。ジョン君ちょっと見に来た。バイバイ。
アンズちゃん、アンズちゃんもまたなだなだできるようにならないとね。なんかちょっとここのとこ怖い思いをしちゃったからね。アンズちゃん、アンズちゃん、アンズちゃん、いいよ、はいはい、いいんだ。はい、お腹が空いているのか先にケージに入ったので鍵を閉めました。2階は空いてるんですよ。うん、はい、もうご飯できるからね。買いに行こうとしちゃったのね。はい、上ではこれね。なんだよ。うん、ちょっと待ってよ。もうすぐだから。ちゃんご飯ですよ。はい。はい。おいで。はい。今こうちゃんほらご飯食べてるよ。おいしいね。こうちゃんいくだね。いい子ね。いい子だね。こうちゃん外で尻尾シューってやっても怒らないね。うん。全然いい子になったね、かおちゃんね。いい子だね。うん。あずちゃん。さあ。あずちゃん。ご飯用意できたよ。ご飯だよ。ここに置く？アンズちゃんどうぞ。チュールだよ、アンズちゃん。アンズ。アンズちゃん。アンズちゃんのご飯も食べられますか？あら、隠れちゃった。
アンズちゃんは譲渡会、前々回の譲渡会ですね。で、バタバタやった以来、ちょっとずつやっぱり、恐怖心があるのかもしれません。前回結局行けなかった、隠れてしまって、行けなかった時からですね、まあ、香りのせいっていうことではなくなのかなとちょっと思っています。今はね、ちょっと問題ありますんで、なるべく、出ている時になでなでをして、もう一回信頼を回復したいと思います。ジャン君、やっぱりですね、アンズちゃんにはクロケンパパが、は嫌われているようです。マオイママの場合はスリスリ、なでなでに応じるんですけれども、それをしている間にですね、漁夫の利ということで、アンズちゃんが気づかない間にクロケンパパがなでなでに参加したところ、マオイママが離れた瞬間気がついてですね、逃げていきました。やっぱりここのところのですね、譲渡会に連れていく関連などなどの、苦い記憶が黒犬怖いにつながっているようです。さあ困ったぞ、チカリンは大丈夫なんだよね。ねえ、アンズちゃん、カオリンがこうやってなでさせてくれてるんですけど、あなたはいかがですか？ジャン君は起きた。ジャン君。はい、クロケンの晩ご飯です。これは今日が25なので3、4、5、4日目のお食事。まだこれは、なんていうのかな、前菜、具のない茶碗蒸しそれと温泉卵。5日じゃないの？5日か。あ、20日だったから、そうだね、失礼しました。5日目に入りましたが、まだ具はダメよということですね。はい、明日の朝からなんと素うどんが食べられます。これさ、はい、お箸とどっちがいいですか？いや、スプーンでいいよ。スプーンでいいですか？うん、そして今日は岩のりこれを使ってみ、岩のりが大丈夫かどうかだけどね、まあ、大丈夫でしょう。ペースト状にはなってるけどね。岩のりと、あと、はい、梅、梅肉、これも大丈夫なんでしょうか？はい、ちょっとずつにしとこうかな。そうだね。ということで、大腸ポリープになるとこんな目に遭うぞ、野巻でした。わさびのりっていうのも買ってみたの。はい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 。どうなの？よいしょ。はい。はい、パンちゃん。アンズちゃん、アンズちゃん、そんな端っこで、アンズちゃん、なでなでさせてくれ。もう一回クロケンおじさんと仲良くしてくれ。アンズちゃん食べてる？食べてる。なんかね、ちょっと近づいていったらね、あ、くれるんだって思って、ちょっと近づいてきちゃったから、先はいいよ。